はようございます。おはようございます。今回、はい、ショアジギングに来たわけですが、はい、僕たちものすごい気合を入れて、はい、あの前回の料理編見てもらったら分かると思うけど、はい、もう夜のうちに出発して、はい、で夜寝て、はい、朝まずめ、今朝5時ぐらいに明るくなるのかな、で明るくなると同時に釣りができるように、はい、駐車場でキャンピングカーで寝て、はい、朝まずめ、はい、狙っていきたいと思います。準備しよう。よし、行きますか。行きましょう。いやー、天気がいいな。眩しそう。すごいな。天気がいいな。天気だ。寝坊したね。もう台場が取るね。暑くやっ寝坊したね。高い高いよ。太陽が。なんで夜に来たてやらね。朝出てちょうど着くんですね。天気がいいな。気分もいいな。どこかに出かけようかな。いやいやいや。暑かだってもう昼前やもんね。皆さんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣り岡でしょう。さあ、それじゃあ、はい、気を取り直していきましょうかね。はい、ここはね、はい、あの僕が思う車で行けるとこで、はい、日本一いい場所だと思う。地図で見たらそりゃ釣れるやろみたいな場所まで、あ、そうですね、3時間半ぐらいかけてきたかな。ほんと端っこって感じの、ね、だから3時間半かかるから夜のうちに来て朝まずめを挑戦しようっていう心意気だけはあったね。はい、ありました。よう寝たね。よう寝ましたね。でもちゃんとね、あの夢見たけどね、はい、ナブラが湧いてる夢見たよ。おお俺にしてはやるやろ。ナブラ湧いてる夢見たもん。あ、これ釣れるんじゃないですか。楽しみだな。うわー、なんか、うわーい、なんかいい感じじゃないですか。おお、また険しい道を。険しいな。落ちたら即死だな。はい、さあ着きました。はい、いやー釣れそうだね。なんか雰囲気はめっちゃいいですね。なんかね、小魚がね、はい、イワシみたいなのが大量に。おっ、ほんとだ。ここよ、あ、ほらまだ、マジですか。もうちょっと大きい。それこそビッグバッカーサイズがおったじゃん。あ、ほんとだ、キラキラしてる。でもね、これまだちっちゃい方。さっき見たやつはね、はい、ほんとビッグバッカーぐらいのサイズのやつがわらわら横切っていった。おイカとかも釣れそうだね。でもちょっと今日の目的はショアジギング、はい、これ BRS の MH、はい、これ100あるんだ、めっちゃ長いね。100MHSJ ってやつ。あ、SJ で使うのは僕、今回、はい、大物を仕留めるために4号ラインを巻いたダイオマスター、はい、8000番。よし、気合入ってるよ。やる気満々ですね。やる気満々だよ。お、んこれ BRS、 これ変わってる。んで前のはここ締めるだけだと、うん、2個ついてるってこと。そうそう、こっからもう1個。へー、ブレーキじゃないか、緩まないようにとかついてる、ね。今サイズはどんなもんなんですか。ちっちゃいんですけ。いや、大きいやつもいると思うよ。でもあの市場中が入ってる。ああ、そっかそっか、市場中糸町もあいつが入ってるわけですね。あいつが入ってる確率が高い季節だ。あ、イカ、うん、え、クラゲ、うん、クラゲかとかいる。あ、違う、結構大型の魚もいるね。8メーターぐらいある。でっか。まあ、青物釣れたら大成功で、はい、狙いは根魚系かな。うん、最終的に亀の手と、うん、あの松葉貝のいいっすね、味噌汁。おー、おー、うまそう。完璧や。それうまそう。その味噌汁飲みてぇ。さあ、今回使うのがもちろんバックバックアジ。これ 80g 投げようかな。あ、俺60だ。俺なんで80って言ったの。俺60を使います。はい、竿的には80までいけるんだ。お、あ、だから全然いけるんだ。余裕ですね。余裕だ。 MH80 までいける。じゃあ俺40にしとこうかな。釣れへんかな。
よいしょ。おぉ、いいね。ブリッジなかなか硬いよ。本当ですか。これはブリが来ても上がるやろ。正直もこれからですね、本当にどんどん狙える魚が増えていきますからね。ちょうどでもこのサイズだ、ベイトが。みんなレギングしてんのかな、周りは。みたいですね。レギングが多いとこイカ釣れるんだね。後で狙い変えてもいいかもしれないですね。後でちょっとやってみようかも。はい、よいしょ。おい、皆さん。かっ飛ばしたよ、僕の中では。めっちゃ近かったよ。気のせい、気のせい。気のせいだって。よし、分かったぞ。地の利を利用するんだ。はい。高い分飛ぶと。あ、バカですね。じゃあ、胸くん、どっちが飛ぶかね。オッケー。低い方と高い方ね。はい。飛びましたね。軽く負けましたね。20m ぐらい先でしたかね。しかもちょっと重なっちゃったんだよね。クロスしちゃった。俺が上行っちゃった。あ、上から投げた分。そう。何の自慢にもなんない。なんだ？お、来た？お、魚っぽい？根掛かり。え？根掛かり。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 根魚と根掛かりの中間。根掛かりやで。中間。千鳥風に言うと、はい、石引き掛かり。お、なんだそれ？ブリアン、ブリアン、ブリアン。ブリヒラマサ？え、アラか。おるぞ。マジでブリかヒラマサやったね。多分ヒラマサっすね。マジでかかったね、今のね。めっちゃでかかった。80センチぐらいありそうなヒラマサやったね。手前のベイト食いに来てた、はい、上に上がってきて。マジマジ、ちょっとこれあるぞ。あるぞ。これあるね。ありますね、これ。びっくりした。やば、ナブラミの投げよっかな。あ、それもいいかもしれない。ね、ちょっと俺らナブラミの投げてみる。ああやってなんか食べに来てたって感じね。だから浮いてきて、はい、食べてすぐ下がってる。あ、バグースーみたいな。へえ。俺ビッグバッカーのナブラミの。意外にミノーなのに飛ぶんだ。おお、本当やね。あんだけ手前に来てたってことはさ、はい、この近辺いるんだよ。いますね。でこれ沈むから沈めて、中層ぐらい引いてこようかしら。あ、見たかったー。あ、胸くん見れたなんと。おお。じゃあ、まあ、見ろくっそお、マジ？おおおおお、なに、なに。あー、根魚、いいね、いいね。あ、上がってきた、上がってきた。すぐ、なに、なに。おお、オッケーオッケー。アコーじゃん。アコーだ。ナイス、ナイス。アコーだ。え、シワからそれでかいんじゃないですか、これ。アコー来たー。おーい、ナイス。あざっす。おい、足元。うわ、いいじゃん。ビッグバッカー何グラム？ビッグバッカー40グラム。おお、足元でネチネチやったんですね。ネチネチやった。オッケー。ネチネチやった。やったー。やったー。いいサイズ、いいサイズ。おいしいやつや。高級魚やっけんね。高級魚。ね、さっきさ、はい、ブリが見えてしまったやん、ブリかヒラマサが、はい、ドア来た来たって言った後に、はい、竿のしなり見て、はい、ふうふって思ったあれを見てしまったっけ。釣っとる、釣っとる。お持ち帰りで。はい、ありがとうございます。よっしゃ。よし、根魚狙いだ。おお、ちょっと浅瀬にいたぞ、この人は。俺のアコーポイントここで。あ、そんなとこですよ。こここんなとこで釣ったの。足元釣り方教えるか。いいよ、これ俺ヒラマサ狙ってるけ
前に投げたやん手前に投げたやん、もう平正狙う気ないやん、あくまで平正狙いよ、今日。ああ、もうここでだろ、ここほらほら、なんだい。で、平正狙ってんだよね。そうそうそう、あわよくばね、あわよくば、あわよくばすぎるやろでもさっき手前で食ってきましたからね。いいんだよね。あわよくば食うかもしれないね。あわよくば食うなかなかあわよくばないと思うけど、ね、お、お、石引っかかりじゃん。いや、俺はちゃんと平正を狙うよ。はい、よいしょー、おい、おやじ平正狙おうぜ、おやじさっきあのおじさんさ、はい、平正が来るかもって言ってリーダー太くしてた、はい、なんか糸巻き直してたけどさやってましたね。何やってんだろうね足元ちょんちょんして、ね、巻き直した意味あんのかなこれまた投げたぞあいつまた手前投げたぞかりちゃん、なんか上がってくる、なんだこれ、なんだこれ、なんこれ、え、なんこれ、え、タコじゃね、おお、タコだ、やったーやったー、ああ逃げる、あー強いこいつ、強い、ムネオさん強い、これ強い、でかでか、ムネオさん強い、これ、ちょっと待って、マジ強い、うわマジ、あっでかっ、え、これどうしよう、どうしよう、どうしよう、出て出て出て、登ってきた、登ってきた、足の髪だ、あー、これまだ来やろ、まだ来、まだ来、おらーで、なんか上がってくるって言ってたもんね、はい、びっくりしました、すげえ、え、目の間を、なんかとりあえずさ、はい、頭、脳みそ取ったらいいよ、うん、本来ね、ひっくり返せばいいよ、ほら、あ、しまった、あ、しまったかな、足しまった、あ、でも動く、そうだそうだ、よし、で、内臓取り出したら、オッケー、まさかのタコやったね、タコやったね、すげえ、ジグ、捕まえに来たのかな、ですかね、ね、よっ、いいね、いいね、上手上手、よっ、そっか、こないだのタコ経験者が2人いますからね、タコ経験者が、よいしょ、よいしょ、よし、したらタコゲットですやっとはい、おえ、おえです、はい、いや、よかったです、よかった、はい、よかったね、ありがとうございます、やっぱ、足元ちょんちょんじゃんでも、手前に来て、ちょんちょんしょったら、ぐーって重くなって寝掛かりだ、引っ掛かりか、はい、タコ引っ掛かりでした、タコ引っ掛かり動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。